次の曲聴いてください。私がすごく大事な人がいるんですけれども、人としても音楽の先輩としてもすごく憧れてる人で、一回その人のことを泣かしてしまったことがあって、すごくなんか自分でショックやったんですけど、それと同じぐらいその人が自分のことを思ってくれてるんだなっていうのがすごく嬉しくて、その時の気持ちを曲にしたので、ぜひ聴いてください。ありがとう、ごめんね、たったそれだけで、あなたはたくさんの思いを受け取ってくれるのでしょう。そう言っていつもごまかしてしまうから、今日こそばちゃうと私の言葉
かいつもここでやるときに私結構ギリギリの時間で曲を持ってくるんですけど、すごい早く終わりますよね、これ多分次で私最後の曲なんですけど、早く終わっちゃう気がする今日は久しぶりにこんな6人、私含めて6人でブッキング組んでもらって、なんかいつも大体2、3人とか結構少なかったんですけれども、久しぶりにしかも同年代の方たちと一緒にできてすごい幸せだなって思います。